今回はナバリンのコスチュームを作りたい、ふるさと納税型クラウドファンディングのご案内についてお話をお伺いしていきます。まずは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、ナバリン市役所から来ました福祉子ども部子ども家庭室のなにわと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今現在スタジオ前かなり雨降っておりますけど、本当にお足元の悪い中ありがとうございます。ではですね、まずはじめに今回お話しするのに欠かせないバリッコ会議というものについて教えてください。はい、子どもたちはですね、大人にとっての宝物です。で、子どもが生まれながらに持っている権利を守るために名張市では子ども条例というのを作っております。はい、そしてこの子ども条例に基づいて市内の小中学生がこんな名張市になったらいいな、名張市にこんなものがあればいいなっていうようなことを、子どもたちで話し合う、子どもたち自身が運営する子ども会議というのがありまして、これを通称でバリッコ会議と呼んでおります。はい、そういった会議があるんですね。はい、子どもたちが実際にいろいろ話し合って会議して意見を出し合うということなんですか。はい、実際にこちらの会議をして意見が何か反映されたりとかってあったんですか。そうですね、毎年いろんな、通学路を直してほしいですとか、名張の名物を作ってほしいとか、いろんな意見というか、はい、あります。子どもたちから結構斬新な意見とかアイデアとか出たりするんですか。そうですね、名張の新名物を作ってほしいっていうのを一回あってですね、はい、なんかこうアイスクリームの中に名張の、郷土菓子の堅焼きというのがあるんですけど、はい、それを砕いて入れたようなものがあって、あ、美味しそうですね。はい、それを試作でこうイベントとかで出してくれたんですけど、はい、結構美味しかったです。もうやっぱり中に入れただけでもかなり変わったんですか。そうですね、堅焼きってものすごく硬くてこう食べにくいんですけれど、はい、砕いて入れることでちょっとアイスクリームの水気も含んでちょっとしんなりして、あ、ちょうどいいですね。ちょっと僕もお腹減ってきました。美味しそうですね。ぜひとも、子どもたちもそんなことをね、素敵なことを考えるんですけれども、さあ実際にですね、ナバリンのコスチュームを作りたいということなんですけれども、こちらのナバリン、どのようなキャラクターなんですか。はい、はい、あ、出てきました。こんな、女の子のキャラクターでして、はい、このナバリンには子どもたちがナバリンのことを紹介したい、ナバリンの魅力がいっぱい詰まったキャラクターになってます。具体的に言うと頭にはこうモミジの、これは赤目の滝ですとか河内谷とかにある、はい、でこう名物となっているその紅葉のモミジですね。でそれと、頭にはこうイチゴのヘアピンがついてるんですけれど、これはショーレンジですとかのいちご狩りのこのいちごを表しています。それとこの青い髪なんですけれど、長い青い髪は赤目の滝の水の流れを表しています。で、服はこうブドウ柄のワンピースになってるんですけれど、これはショーレンジですとか三畑の小畑というところでブドウが名産になってますので、そのブドウですね。で最後にこう足元には、メロンの靴、これは三畑メロンって言って、まだ新しいんですけれどブランド化しているメロンがありますので、それを表しています。はい、いろいろご説明ありがとうございます。なんといってもカラフルですよね。そうですね、いろんな色が使われてて目を惹かれるというか、はい、ですしまた可愛いですね。はい、非常に僕個人的にメロンの靴が好きですね。あ、そうですか。でもこれ一目見たらすぐ、あ、ナバリのことをすごく表してるなっていうのが分かりますよね。はい、モミジは、赤目のモミジ、そして、髪は、滝の色であり、そしてブドウもね、ナバリのことですし、メロンもそうですしね。はい、かわいいですね。こちらのナバリンが実際に誕生した、きっかけとか目的とかってあるんですか。はい、子どもたちはいつもですね、はい、そのバリッコ会議の中で、ナバリはこう魅力があるものがいっぱいあるのに割と知られてないって言うんですよ。例えば特産のお米ですとかお肉、牛肉ですとかも結局は呼び方が伊賀米、伊賀牛として売られているので、また忍者でしたりもですね、はい、桃地三太夫というこう伝説の伊賀忍者が名張にいたんですけれど、はい、伊賀忍者という括りで呼ばれるので、どうしてもやっぱり伊賀氏が中心ということで、
その伊賀市の陰にどうしてもこうナバリが隠れ埋もれてしまって、うん、ナバリっていうのはマイナーだなっていう話がいつも出るんです、うん、で令和元年度のですねバリッコ会議の中で、はい、やっぱりもっとナバリをみんなに紹介したいと、うん、で紹介するにはゆるキャラを作ってほしいという話が出まして、じゃあどんなんがいい、デザインしてみてって言って子供がデザインしたのがこのナバリになります。小学生がデザインっていうのまたすごいですよね。そうですね。ですしまたマスコットキャラクターを、ね、作ってナバリ市をもっと PR しようっていうのがなんかすごいなと思います。小学生でもなかなか、まあ、考えられないというか、またこのデザインがね本当に素敵ですし目を引きますね。とにかくそうですね、やっぱり可愛いキャラクターを作りたいっていうのがまたみたいですね。ですよね、はい、はい。さあそしてですね、今回ナバリのコスチュームを作りたいということで、クラウドファンディングを行うとのことなんですが、どのような経緯でクラウドファンディングを行うことになったんですか。はい、子どもたちが考えたナバリンはすぐにこうナバリ市の公認キャラになって、はい、市内各地の看板ですとかポスター、それと市からのお知らせをするような文書とかに使われてるんですけれど、イベントとかでやっぱりもっとたくさんの人に、ナバリを PR したい、そのためにはやっぱりナバリのコスチュームを作って、3D のナバリンとして欲しいというのが子どもたちの悲願となってました、はい、でそんな中でですね、実はナバリ市は今年の3月にですね、はい、ナバリ市政70周年を迎えるんです、はい、でこの機会に、3D のナバリンのコスチュームを、ぜひ作りたいと、まあ、市長に訴えたんですけれども、はい、そしたら市長がそのじゃあ、クラウドファンディングの仕組みを使って、はい、大人の皆さんからこう広く寄付を呼びかけようじゃないかっていうご提案をいただきましたので、この、クラウドファンディングをすることになりました。で寄付が集まってこのコスチュームが完成すればですね、今年の3月23日の土曜日に市政70周年の記念式典というのがあるんですけれど、はい、そこで皆さんにお披露目するという。なるほど、はい、できれば早めに集まってほしいということですよ ね、はい、その記念式典にね、せっかくなんで皆さんにお披露目したいところでありますし、はい、まあ、僕としては何といってもやっぱり小学生の子がね一生懸命考えたね、アイデアですしデザインもしてますから、ぜひともね皆さんのちょっとずつのそのお力をねたくさん集めて、ぜひとも実現してほしいなと思います。そうですね、はい、さあそれではナバリンのコスチュームを作りたいふるさと納税型クラウドファンディングのご案内について詳しくお聞きしていきたいと思います。はい、つまり今回の目標金額教えてください。はい、目標金額は12万円となっております。はい、ただこの目標は12万円なんですけれど、はい、例えばその12万を超えてもですね、はい、この寄付はできる仕組みになっていますので、もうどしどしご協力いただければと思います。目標金額は12万円ではあるんですけど、その12万円より集まったらよりいいものができますよね。そうですね、いろいろと、はい、再現度も高くなるというかバージョンもアップします、ね、バージョンもアップしますし、はい、ぜひとも皆さんたくさんの力をお借りしたいというところですよね。そうですね。ではこちらの受付期間を教えていただきたいんですけれども、はいはい、すでに受付は始まっておりまして、はい、最後のその締め切りが3月の8日の金曜日までとなっております、はい、なのでまだ1ヶ月ちょっとありますので、まだ期間は余裕があります。で私がここに来た時に来る前に確認したんですけれど、もうすでに始まっておりますので、何件か寄付の方はいただいております。ありがとうございます、ね、なるほど。3月8日までですので、まあ、まだお時間はあるんですけどもね、できれば早めに目標金額は達成したいというところですよね。大事ですね。ですよね。はい、はい、さあそして寄付金の使い道について改めて教えていただきたいんですけれども、はいはい、まずはやっぱりナバリのコスチュームを費用として使わせていただきます、はい、ただたくさんの ご寄付が集まればなんですけれど、はい、ナバリンを市外の方にも知ってもらえるようなですね、うん、グッズを作ったりですとか、あ、なるほど、はい、あとバリッコ会議、まあ、子どもの集まる会議があるんですけれど、
その内容をもっと充実して開催できるような費用として使わせていただけたらと思っています。なるほど。ナバリンだけではなくて、そのナバリンに対するグッズであったりとか、他にもね、はい、バリッコ会議に対する費用にも使う予定ということですね、はい、ちなみにグッズとかはなんかいろいろ考えてたりとかはされてるんですか？そうですね、今あるのはシールと、はい、あ、シール、はい、缶バッジはあるんですけれど、もうちょっと何かその、まあ、ちっちゃな小物だったりぬいぐるみだったり、そんなのがあればいいですね。もうちょっと確かにそうですね、はい、もちろんシールや缶バッジでもかなり PR にはなると思うんですけれども、そうですね、やっぱり、ね、ぬいぐるみとかそういったのがあるとすごく可愛らしいですし、いいですね、何か飾ったりとか、ね、はい、いいと思います。ではですね、寄付のお申し込み方法を教えてください。はい、寄付の申し込み方法は2種類あります、はい、まず一つは、スマホですとかパソコンですとかを使って、ふるさと納税ポータルサイトのさとふるというのがあるんですけれど、はい、そこのクラウドファンディングページからお申し込みいただく方法です。パソコンやスマホでさとふるナバリンっていうふうに検索いただいたらですね、サトフルの寄付のページが表示されると思います。サトフルの無料の会員登録はちょっと必要なんですけれど、はい、一旦その会員登録いただけるとですね、クレジットカードでしたり携帯の料金から引かれる方法です。もちろんなんですけれど、ペイペイですとか、はい、あとコンビニでの、現金の支払いっていう形のご寄付もいただけて、こちらはいろんな方法でご寄付いただくことが可能なので、はい、ちょっと便利なサイトやと思います。で、2つ目は、市役所の、私どもが勤めております市役所の1階の11番窓口子ども家庭室というところにお越し、直接お越しいただければですね、銀行さんでお支払いいただく現金支払い用紙をですねお渡しさせていただきますので、その方法でもご寄付いただけます。なのでパソコン、スマホで申し込む方法と直接市役所にお越しいただく2つの方法がございます。なるほど。サトフルで、寄付する方法もありますし、市役所で寄付する方法もあるということですね。そうですね、どちらの方がおすすめとかだったりしますか？そうですね、支払いの方法がたくさんあるサトフルさんの方が、24時間休みの日でも、はい、自分のスマホさえあれば、はい、申し込みいただくこともできますし、クレジット払いとかが、ちょっと抵抗あるよっていうことでしたら、はい、コンビニ払いっていう形で現金でも支払う形もできますので、便利かと思います。なるほど。サトフルの方ができれば、おすすめというか、いつでも時間も関係なく場所も関係なく寄付できるということですね。そしてもし役所だったら平日 の, お昼間ということになっちゃうので。そうですよ、ね、はい、なかなかちょっと時間が割けないという方もいらっしゃいますので、ね、そうですね、わかりました、はい。2種類あるということで、ぜひともどちらも、ね、寄付していただけたらと思うんですが、はい、注意してほしい点等はありますか？はい、今回そのクラウドファンディング型のふるさと納税という形なので、はい、一般的なふるさと、皆さんがイメージされるふるさと納税の形とはちょっと違っておりまして、はいはい、一番違うところが、一般的なふるさと納税ではこうご寄付いただくと何かそこの土地の特産品であったりとか、はい、そういう返礼品が選べる仕組みになっているかと思うんですけれど、この形のクラウドファンディングではですね、返礼品は残念申し訳ないんですがございませんので、そこだけご注意いただければなと思います、はい。もちろんふるさと納税された場合と同じようにですね、税金の還付や控除は受けられますので、そこは変わらないです。なるほど。普通のクラウドファンディングとは違って返礼品はないということなんですね。そうなんです、返礼品がないっていう、それがふるさと納税型クラウドファンディングというものなんです。そうです。まあでもね、ぜひとも皆さんナバリンのコスチューム、ね、できればと思いますので、そうですね、はい、もう子どもたちの、ね、願いでもありますし、ぜひとも実現してほしいなと思いますね、本当に、はい、よろしくお願いいたします。ではおさらいお願いいたします。はい、パソコンやスマホでサトフルナバリンと検索いただいてですね、サトフルのインターネットサイトを通じて、寄付を申し込んでいただくかですね、
市役所の1階11番窓口の子ども家庭室にお越しいただき、お渡しする払い込み用紙にてご寄付いただくか、どちらかでお願いいたします、はい。どちらに、ついてもですね、期限が3月8日金曜日までということでなっておりますので、よろしくお願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。では最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージよろしくお願いいたします。はい、今から約5年前にですね、このナバリンというのが誕生した時からですね、子どもたちは立体のナバリンは欲しいな、コスチュームとか着ぐるみがあったらいいのになっていうのがもう5年前からずっと言ってました、はい。その、子どもたちの思いを叶えるためにですね、大人の皆さんのご協力をどうかよろしくお願いいたします。はい、ぜひとも皆さん、子どもたちの夢を叶えるために、ね、皆さんの少しずつの力をかき集めて、ぜひともナバリンのコスチューム作りましょう。はい、今回はナバリンのコスチュームを作りたい、ふるさと納税型クラウドファンディングのご案内について、バリッコ会議クラウドファンディング、名張市役所福祉子ども部子ども家庭室室長のなにわさんにお話をお伺いしました。なにわさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。以上、ゲストコーナーのお時間でした。あっちどっちそっち、